秀千代殿だったとは流行りすぎたようだ。徳川が家臣服部半蔵にござる。ここはまだ敵地、我らは藤吉郎の追っ手を足止めしておるのよ。時は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。ほうほう、我らにぎたまと同じ気配がするの。我ら伊賀衆が手を。死ぬ織田家は大混乱じゃ。そこから頭角を現したのが霊石を人示した藤吉。敵は死ぬ形で藤吉郎に敗れ、ここ北の庄城に立てこもっておる。
鳴らせば助けとなるじゃろう。人もよう考えるもんじゃ。やはり兄弟じゃ。信長と似た気を感じるの。どうやらお市は勝家と共に天守に逃げ込んだようじゃ。急ぐのじゃ。
信長様に仕えた者同士で争わねばならぬとは。俺の主は藤吉郎になったんでな。悪いが首をもらう。
のせい。鬼現場が武勇は叔父上がためな。